出てこい、何者だ。あらららら、見つかっちゃいましたよ、デイダラ先輩。へよくオイラたちに気づいたな。どうも。その消息、お前たちは。トビって言います。新人なもんでよろしく。あ、それとこっちが先輩の。うるせえよトビ。お前は少し黙ってろ。はーい。お前がウチハサスケね。こんなガキにあのオロチマルがやられたとはな。シャリンガンか。やっぱりこいつイタチの弟だぜ。オロチマルをやれたのもウチハの血のおかげってわけだ。決闘に恵まれただけの勘違い野郎が。貴様、いい目で睨みやがってるぜ、タビ。こいつはいじめがいがありそうだ。ああ、イタチさんに後で謝らなきゃ。お前たちにはイタチのことを喋っても。オイラに勝てたらいくらでも喋ってやるよ。先輩、この人動きが早すぎっすよ。僕らじゃ叶いませんって。さっさとイタチさんのこと喋っちゃいましょうよ。バカなこと言ってんじゃねえ。まだまだ始まったばかりじゃねえか。まだやる気なんすか。トビ、少し離れてろ。先輩、ここからは本気で行く。お前は邪魔だ。もう諦めましょうよ。そこの仮面の言う通りだ。これ以上の戦闘に意味はない。お前の負けだ。さっさとイタチのことを教えろ。おいおい、もう勝った気でいんのかよ。なめやがって。てめえのその余裕はすぐに消える。てめえは俺の芸術の前にひれ伏し、オイラに恐怖することになる。見せてやるぜ、とっておきの芸術ってやつをな。お火球の術、
オイラがこんな奴に。答えろ、イタチはどこに。へっ、お前もギリギリじゃねえか。この勝負オイラの勝ちだな。オイラにはまだ起爆粘土が残ってる。おいおい、この状況少しは動揺してみろよ、てめえは。うん、これからオイラの芸術でぶっ倒されんだぜ。そういうとこがムカつくんだよ。クール装ってんじゃねえぞ。その目だ、その余裕こいた目が目障りなんだ。オイラの芸術を否定するかのような、その目が許せねえ。オイラの芸術を見て少しの驚嘆も表さないその目が、オイラの芸術を無視するその目が許せねえんだよ。元からそんなもんに興味はねえよ。それよりイタチの居場所を教えろ。どこまでもなめやがって。究極芸術だ。最大最強最高の爆発をお前に見せてやる。まさか今までにない爆発はこの地に、今までにない傷跡を残し、そしてオイラの芸術は今までにない賞賛を受けるだろう。あがいても無駄だ、爆発からは逃げられねえぜ。お前はここで消し飛ぶ運命だ。さあ怯えろ、驚嘆しろ、絶望しろ、泣きわめき、オイラの芸術は爆発だ。兄さん。どうした、サスケ。どうしたじゃないよ。今日は俺の手裏剣術を見てくれるって約束しただろ。いや、明日ちょっと重要な任務があって、その準備をしなきゃいけない。だから。なんだよ、兄さんの嘘つき。ふ、許せ、サスケ。また今度だ。サスケ、サスケ。目が覚めたようだね。お前たち、なぜここに。まったく驚いたよ。爆発現場に駆けつけたら、どこにもサスケの姿はないし。仕方ねえから、うちが見つけてやったんだ。感謝しろ。
にしてもよくあの爆発で助かったね。遠くからでもかなりヤバいって分かったよ。爆発の寸前、口寄せを使って別空間に移動した。なるほどね。それであの爆発をやり過ごして、そしてその後気絶しちゃったわけか。それで相手は？君をそこまで追い詰めるってことは結構なやり手だろうけど。まさか暁か？ああ、思った以上に厄介な相手だった。だらしねえ。それでもオロチマルをやった男かよ。オロチマルはもともと弱っていた。それだけの話だ。ふん。とにかく少し休養を取らないとね。どうした？嫌な夢を見ていた。夢？いや、何でもない。集まっているな。今度は何事です？デイダラがやられた。あらら、またメンバーが減っちゃいましたね。彼は結構強かったと思いますが。それでやったのは？うちはサスケだ。またですか。思いのほかやるようだな、イタチ。お前、それで、あと一人、トビのやつはどうしたんです？あいつはデイダラの爆発に巻き込まれたようだ。陰鬱なこの組織の場を和ませるという大した能力を持っていたんですがね、彼は。あの程度の男ならばいくらでも補充は効く。デイダラは惜しかったがな。何にせよ今後のサスケの行動には注意を払っておけ。特にイタチとキサメ、お前たちはな。わかりました。肝に銘じておきましょう。それでは俺は行く。せめて静かにデイダラを弔うとしよう。さて、私たちも行きましょうか。もう体はいいのか、サスケ？ああ、問題ない。オロチマルの力を取り込んでから傷の治りが早い。これが白蛇の力か。で、次はどこへ向かうんだよ。前の調査で何か情報を得ることはできたのか？暁に関してはいくつか掴んだけど、イタチについてははっきりしたものはなかったよ。うちもだ。俺は動物に語りかけ、イタチと思われる人物の情報をいくつか入手した。それによると、どうやらこの先の土地で奴と思われる影を見たらしい。それじゃあ。十五、今すぐに案内しろ。ってことになるよね。イタチ、お前がどこにいようと見つけ出し、この手で蹴りをつけてやる。行くぞ。で、イタチはどこにいんの？ここから北に向かったところだ。そこでイタチの姿を見たらしい。よし、